次共産党の議員さん4名も来ていただいております。最初に来ていただいて待っていただいてたのが田村智子さん、それから笠井明さん、宮本武さん、それから平井芳子さんです。皆さんこんばんは。東京産党平井芳子です。汚染水、1号機からも漏れ出したと。東電によると格納容器本体からなんか流れ出しているらしいと。とんでもない話です。そんな中で再稼働なんてしてる場合じゃないでしょう。今週小泉元総理も脱原発、即日原発ゼロ言いました。これは私たちがやっぱりここで毎週原発いらないって声を上げ続けた世論の力なのではないでしょうか。もっともっと声を上げて本当に日本中で原発ゼロ、それ以外はありえないとみんなに知らせていきましょう。私たちも国会の中でも進むの頑張ります。では問います。再稼働反対、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 原発いらない、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 もう動かすな、もう動かすな、海を汚すな、海を汚すな、再稼働反対、田村智子です。今参議院が2011年度の決算というのを決算委員会で審議をしなければならないという状態です。2011年といえば何があったのか、あの福島第一原発の事故ですよね。ところが安倍総理が国会に出たくないと言ってトルコに行ってみたり、明日からはラオスに行ってみたり、まさかラオスでも原発販売セールスマンやるんじゃないだろうなと思ってるんですけれども、国会に出てこない、私たちが大切な問題を審議することを邪魔している、外国で原発売ってる場合じゃない、日本に来て汚染水対策の問題、原発再稼働の問題、まともに審議をする気ではないでしょうか。それを皆さん本当に求めていきたいと思います。そしてもう一つ、私は汚染水がまた漏れたっていうその報道を見るたびに、また現場の労働者の皆さんが被爆をしたんじゃないかと本当に胸が痛くなります。いつまでコスト削減の答弁に任せているのか。原発労働者の命と健康を守るためには国が直轄で事故の収束をやるべきではないのか、このことを求めていきたいと思います。本当に頑張りましょう。衆議院議員の宮本武史です。私は文部科学省を所管する委員会やっておりまして、先日福井県の文殊現場をこの目で見てまいりました。あの文殊っていうのはまともにこの間この動いたことはないんですね。ずっと事故を続けてきたわけです。原子炉の中にまで入って配管のどこがどう事故を起こしたか、一つ一つこの目で全部チェックをしてまいりました。そもそも核燃料サイクル技術っていうものは破綻してるわけです。そしてナトリウム循環方式ってのはもう全く見込みがないわけでありますから、私たちは文殊も原発もゼロという立場で皆さんとご一緒に頑張りに行きたいと思っております。文殊を見て出てまいりましたら大きな看板が掲げられておりました。優れた技術、確かな安全、世界に示す神聖文殊、まさに恥を知れと言わなければなりません。本当原発ゼロの方向に政治決断を求める、皆さんと最後まで戦い抜く決意です。共に頑張りましょう。こんばんは、日本共産党衆議院議員笠井明です。第一原発の汚染水問題がこんなに大変なのに、国も東電もその始末やるどころか柏崎刈羽の再稼働に一生懸命、許されない。全国の電力会社も自分たちの再稼働に一生懸命で、汚染水支援求められても全国からわずか20人しか来てない。
に原発入り込む協定を何が何でもこの国会で通そうと焦ってます。そんなこと焦って一生懸命やるより汚染水対策に集中せよ。原発ゼロの決断こそせよ。国民が踏み込んでいませんか。抗議したいと思います。海を汚す。共産党の議員の皆さんでした。